体操服じゃありません。パジャマでちょっと、はい、コスプレはしませんけど。体操服じゃないんですけど。これ私の最近買ったあのちゃんとしたお気に入りの T シャツなんですけど。違うんですけど。ちょっと待って、無理。違うよこれ。見てほしい。ちゃんとしたね。ほら、ポケモンなんですよ。お気に入りなのに、お気に入りなのにな。え、なんか洗濯物干してある。なんか洗濯物干されたんだけど。え、洗濯しなさいってこと。確かにこのラインがポケモン。確かに可愛いでしょ。これめっちゃ買おうとして、なんめっちゃ迷って、何回もこの T シャツがある場所に何回も行って、でもうモーちゃんがもう買ったらって買ったらって言ってくれたから、じゃあ買おうかなって。レッスン着にも着ていこうとしてるんだけど、どうしよう。体操服って言えるかな。ちゃんとあの貼れた。ちゃんとあのあれよね、引きで見たらもっといいかもね。色はこれだけ。そう、確かこれだけだった気がするんだよね。これとあとバッグがあって、それも買おうと思っとったんや。バッグでもなんか結構透明で中身が見えるやつで、一見やめた。体操服じゃありませんから、ポケモンですから。でもポケモン、そうポケモン買う、なんかその T シャツをね、もういいのかなと思ったんですけど、でも好きだからまあいいかと。いやもう大人ですけどね。大人ですけど、いっか、いっか、似合う、やったー。確かにポケモン好きなメンバーはに人気出そう。アンピーとか反応してくれそう。リコチとかアンピーとか。そう、可愛いもの着たいのよ。それでも確かにそれ言うたらもう私が可愛いとか好きって思う服結構あれだもんな。可愛いの多いから、まあいいかん。あ、大阪ありがとう、ありがとう、待ってますね。大阪のお話し会追加なったよね。待ってるよー。てかありがとう、申し込んでくれて、それが嬉しい。ね、売り切れました。ありがとうございます。やったやったー、やった。もう完売しました。ありがとうございます。やったやった。ね、嬉しいです。
6月20ん10いつやったかな24かあ、当たった24だですです、合ってました。トリートメントしてないよ。まさかの正解。そう、スケジュールわからんくなる。はい、でも別にまたなんかお待ちしております。いろんなイベントありますからね。悲しい。あらあ、公園で会える。フラワーフェスティバル、あ、そうなんです。今日ね、発表されましたね。フラワーフェスティバル6月10日楽しみです。去年がね、出れなかったんだよね。そうそう、だから嬉しいですね。フラワーフェスティバルの思い出は、私はあれですね、全曲出れたことですかね。全曲だったから、トマト、Tシャツみたい、Tシャツみたい、あ、そう、フラワー衣装も確かお披露目だったかな。夏の衣装が、それもね、楽しみだったんだよね。でも確かその衣装ね、もう今もすごい、今現在まですごく使わせてもらってますフフフフ、対策じゃありませんそう、そうだよ、私ずっとピンクで一回だけ青着たことあるけど、そんぐらいですね。え、くしゃみ出そう。まあ、洗濯物ありがとう。そうそう。フラワー衣装。ボタニカルか。ボタニカル衣装。フラワーって言ってるけど、正式名称ボタニカル、わからん
メンバーが言ってたらもうそうなるよね。そうなんですよ。ボタニカル？え、なんかボタニカルって感じ。フラワー呼び。分からん。ボタニカル？あんま聞いたことないな。みんなフラワーって言ってるな。今日誕生日おめでとう、ユリアピースさん。ハッピーバースデー。素敵な一年、そして最愛推しの一年にしましょう。パチ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 。いや、そうなんですよね。メンバーが言ったらそうなりますね。あとはなんかダンスの先生が言ったこともなんかメンバーに浸透していくかもしれん。誰が来ますか？何が何が？え、受けそう。一番好きな衣装、え、なんだろうな。あ、でも PR 舞台のムック本のやつは衣装を何でもってか着たことあるやつの中から選べたんですけど、私は大好きな人の衣装にしましたね。まあ、着たことあるやつみたいなやつ。着たことあるやつかってなって、じゃあこれかなーなりました。そう、自分で選んだ。ちゃんとね、意味がありますよ。ちゃんと好きだからっていう理由だけじゃなくてちゃんと理由はありますけど、それは内容に、あ、内容、ん？なんか見たらわかるかなって。多分書いてあるんだよね。まあ、書いてなかったら言いますね。もう聞かれた気がするんですけどね。そう、まだ読んでないですね。もう読んでる方いる？もう読んだ方いるのか。予約した？読めない。あ、売ってないか、まだ。あれ、いつだっけ。あ、4日か、あ、5日、すいません、ちょっと、あ、そっか、そっち、あ、そっかそっか。そうよね、やばすぎる。またでした。そりゃそうか。まああともうちょっとですね。もうちょっとですね。まあ我々もね、我々も読んでません。
多分我々も発売日とかかなって思いますね。分からん、ちょっとしたあれで早い時もあるかもしれないけど我々メンバー確認、あ、ないです、ないですあるイメージよね。楽しみです。メンバーもらえるか、あ、どうなんだろうね。もらいただきたいですこんばんは買ってくださいって感じよねなんかちらっと千穂さんと沖さんのページが見えたんですけどね。なんかサンプルなんかあったけどこんな感じかーってなりましたよ。なんかね、そのページ商品ページやりました。表紙とその2ページだけ。あ、でも皆さん見れると思う。なんかのページ何だったかな。Amazon さんか。アマゾンさんちょっと見えましたよ。なるほどね、楽しみですね。今日もなんかなんだかよく眠れそうな予感。でもあの撮影の時めっちゃ寒かったんですよね。あの日めっちゃ寒かった思い出。寝起きは、わかんない寝起きいいですね。寒かった。確かに暑かったやまないね。確かにみんな寒かったみたいなっていうね。今日誕生日おめでとう、ひでみちゃん。ハッピーバースデー。素敵なさやおしの一年にしましょう。
するって言ってる。フフ。夏のツアーって1月からか。なんか6月のさ、スケジュールメールに書いててさ、なんかあれまだまだだなって思ってました。初見です、ありがとう。準備期間ですね。声の数、え、何回やっけ、4日と29、ルル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 で、あとフラワーフェスティバルがある。でひげそうで。ありがとうございます。イエスオリージュアル。あら、あらまあ。ドゥ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 。ゲラ。私ゲラです。コンサート、どうやろう、昼夜ある日もありそうですよね。でもない日もありそう。ある日もあるしない日もある。わからん。わからん。神戸、そうですね、神戸あんまり行く機会ないですね。行きたいですね、どうにか、どうにかこうにか。わかんない、私もいつ出れるか。何回も言っとる気がする。よいしょ。はははは。いや、全部来たいんですけどね。でもそう、皆さんやっぱり早く知りたいって。いう声は届いております。私の元に。あ、そうですね。
でも発売っていうか受付と一緒にそれは解禁されるのではないか。本当に何もしないよ。なんか本当にあれよ、まあ何も決まってないから当たり障りのないとこだけ覚えてっていう感じです。でまた1曲しか知らない、何やるか。あ、おもろい。あ、何も言いませんけどね。何も言いませんけど。ね、わかんない。てか知らない方がいいですよ。もう根本的なことを言うと知らない方が楽しいよ。おお、洗濯物。そうそうそう、そういうことよ。で本当に気になる私も。だからその気持ちわかるよ。気になるよね。まあ予想しましょう。知らない時の予想する時間が楽しいですから。私フリーオブレスそんなに速くないかも、わかんない。速くはないと思う。事前に練習型です。ダンスやってないですよ、何も。あれよね、入る前よね。よいよ。どうも。私は今何の曲を言ってもちょっとあれなんで、うわ何の曲が伏線になっちゃうわ、何も言えんわ。この時期がやってきた。何をなんかなんとなく口ずさんでも、おコンサートでやるのって、やばいやばい。ライブに行くとき覚えておいた方がいいことありますか。え、どうだろうね。じゃあ STU の曲を全曲とりあえず聴いてほしいかな。そしたら多分ね、あ、
この曲知ってるみたいな、あるかもしれませんし、ないかもしれません。はあ、そうそうそう、おもろいんだけど、全曲メドレーしていい曲だけ、あ、どうでしょうかね、ちょっとわかりませんとりあえずね、そういうことや。最近は教科が6月になりました。6月になりました。いやー、ほんと梅雨だ梅雨だ。あ、今日見た映画、あ、今日見た映画はインディージョーンズですインディージョーンズ、そうね、結構前の映画ですね。あら、そんな気がしてた。おお、すごい。でででで、っていうかな、これか、トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥルルあれさ、なんかハラハラしすぎて、なんかもうハラハラする場面が多すぎてさ、なんかうーんってなったもう大変です、あれは。ほんと。こりゃーやばいって。こりゃーみたいな。あ、そういう映画あ、そうなん。大変でした。私結構ハラハラあれなんよ、かなり来るからかなり来る。ちょっと弱いんでね、そこら辺のあれが。でもそう、ジュラん？ジュラシックパーク？ジュラシックパーク？がさ、なんか感動するんですよね。あれ感動するらしい。私まだ見てないよ、最新のやつまだ見てなくて。なんか感動したって言ってたメンバーが。えらしい
感動するらしい。すごい感動してからハマりましたって言ってて、だからあ、そんな物語なんやって。あ、ありがとうございます。やってます。え、分からん。え、分からんけど、なん、どこやろ、どこのシーンか分からん。え、沖さんが言ってたかな、沖さん、地方さんなんか言ってたよ。最初のやつは見たことあるんですよね。ただ最新のやつはないね。クレヨンしんちゃんとか毎回感動するよね。クレヨンしんちゃんさ、毎回感動する。なんか絶対泣く。絶対泣く。私はこの前忍者のやつ見た。クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲、あ、それ見たっけ私。どういう物語やろ。ロボット、あ、ロボットなんか見たことあるかもしれない。大人帝国一番泣ける。あ、そうなんだ。分からんかもしれん。忍者なんだっけ、忍者のやつは映画館で去年見た。でも多分何でもなく。え、大人帝国気になるな。ドラえもんもね、泣きますね。すごい。ドラえもんも泣くよ。ジャイアン。ジャイアンが確かにね、そうですよねなんかおもろい映画映画になったらなんかジャイアンがあー確かにそうなのかな。考えたことはなかったかも。急にそうなのかな。優しく頼もしく。でもジャイアンもあれですよね、情がね強いって言いますよね。ドラえもんが一番強いかなでも結局のび太くんがやっぱり強くなるのかな。
ですよね、ほんと。誰が一番強い？ドラえもんかな。え、誰？あ、テエールさん、誕生日おめでとう。さやおじの一年にしましょう。わお。なんでこれ、虹ありがとう。虹のくれた、ありがとう。虹が出たよ。レインボー、あ、レインボーローズ。レインボーロード。あ、それかもしれない。虹ってなんで虫編なんやろ。関係があるんか、ミスト。あー、へー。テュエールさん、お誕生日おめでとう。ありがとう。あ、ヘビに似てるから。虫。ヘビムシ、ありがとうございます。あ、私の字が
確かに珍しい字をしてます。よく言われます。政治かな。でも昔の方がもっと字が綺麗だったかも。だんだん独自に変わっていった。そうそうそう、進化していった。雪ですか。まあね、字がなんかね、確かに。丸文字ね、なんか流行ったよね。ちゃんと本気出したら多分綺麗な字書けるよ。言うときはやるよ。笑っちゃったから今ちょっと滲んだ。あー、ちょっとあれだけど、どうですか。綺麗。いいでしょ。いいでしょ。見て、ボールペンで書いてみよう。ね、ボールペン見にくいか。ペンでいく。ははははははは。あー、ちょっとあれだな。
バランスがおかしくなった。うまいですか？うまいですか？だんだんとちょっと癖が。戻ってきた。なあ、難しいな。うまい？実は書けるんです。この文字に意味ありませんけど、これが私の独自のやつになったらだいぶ変わりますよ。何も考えずに。そんなに変わらんかな。てか何この、この文字って感じ。変わらん。いい感じ。ちょっと変わった。これは私の字の、ちょっと自慢してます。ちょっと自慢してるかもしれません。
このなぜ見せたか真相は分かりませんけど、もしかしたら自慢かもしれません。言うときやるよっていうことを見せたかったんですけど、言うときやるよ。そうです、でもそうだよ、習字習ってないからね、独学です。独学。なんか恥ずかしくなってきた。ほうってほうって、あ、確かにひらがなは習ってますね、学校で。独学とか言ってるけど確かに習ってるわ、遠い昔に。体操服着てません。やっぱ体操服に見えるのかな、体操服じゃないんですけど、違うんですけど。あ、これもう一回見ますか。ちょっとあのね、まあ見た方は見てるんです、見たんですけど、実はね、こういうポケモンちゃん の服をね着てるんです。だから私お気に入りなんです、これ。なのに定期的に体操服って聞かれるんです。これね、これはあの今のシリーズの3匹です。ニャオハとホゲータとクワスです。こうやって定期的にいろんな方が初見で見て、やっぱそう思うから、そうなんだろうね。推しはね、ニャオハです。ニャオハ好きです。ニャオハ、ニャオハは草ポケモンの猫。でもあんまりね、グッズはねそんなに今ないんだよね。やっぱピカチュウが今多くて、とかイーブイとかが多いかな。そう、私結構草タイプばっかり手持ちにしてますね。なんだかな、チコリータと、あとなんだっけ、フ
不思議だね。苗取るはなかったかも。メガニウムにめっちゃ可愛がってたな。キモリはなかったかも。パセリータ？パセリータ？あ、ツタージャ。ツタージャもいた。ツタージャなんだっけ？もともと。いや、どんどんさ、名前がさ。パセリータいたっけ？ちょっとだんだんあれだね。え、アンガガがアカリンさん来たかと思った。びっくりした。アカリータ。でもそうですね、草ポケモンですよ。ニックネームね、つけないかな。なんか一回つけたらさ、なんか進化したら、進化しても変更できなくて、それでなんかあらってなったことある。そう、でも私草ポケモンで、お兄やんが炎で、弟やんが水だから、いつもお兄やんにタイプでね、タイプの相性が、私は弱くて負けてました、いつも。そうだけど、弟やには強いから、そうそうそう。EV は私シャワーズにしてたかも。なんだろうね。でもちょっと覚えてないかな。ちょっと結構前なんで。好きな伝説ポケモン、なんだろう。なんか私ウェンディが好きなんですけど、ウェンディ伝説ポケモンっていう名前なんですよね。なんか伝説なんかなって思いながら、伝説だったらウェンディかも。伝説ポケモン、なんだろうね、あんまり捕まえたことなくて。
あんまり捕まえたことない。かろうじてファイヤーを捕まえた記憶はあるけど。スイ君、スイ君ね、かっこいいね。シェイミ、シェイミかわいいね。捕まえたことないな。結局あれよね、もう峰打ちで HP を1にして眠らせて捕まえたら捕まるか。でも峰打ち持ってる、技を持ってるポケモンがあんまり。あんまり分からん。ストライクしか知らん。なんか HP なんかすごい少なくても眠らせても捕まえれない時あって、じゃあこれからどうやったら捕まるんやろって。で結局そのポケモンもなんか攻撃力高くて、こっちもなんかだんだんと瀕死になっていって、もう倒すしかないってなって倒したりする。分からんってなって倒すしかないよねって。諦めモードでポケモンセンター行く。A ボタン連打したらいい？なんかそれ、そういう裏技ね、やっぱあるんかな。都市伝説。なんかあるよね、マリカーはあるよね。トゥー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 のさ、2回目でもうあのエンジン切ってたらダッシュできる。あれは裏技ね。あれは習得した。ヒャッホーっていうの。あ、裏技じゃないあれ、普通に技ちゃんとしたはずでした。なるほどね。あとあれもあった、なんかめっちゃ外に行って、外に行くけどなんか次のレースのちょっとあの先の方まで行けるみたいな、それは裏技やね。あの時 それあった。ただ間違えたら普通に落ちるけど、難しい、あれも。そう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 。みんな寝てる？ああ。え、そうよね。
スイッチやー今いろいろね持ってるんだけど全然してない。もうあつ森ばっかりしてる。ゼルダしてない、うん、怖い怖くて怖いよ。夜になったらなんか来るもんね。めっちゃ怖いですよ。ゴブリンが怖い。しかもね、武器が壊れるんよ、自分の武器が。それが怖い。あらあらら。だけ今はちょっとあつ森期間です。でもなんかその平和、平和いいね。あ、そうなんだ。そうだ、みちゅさんにアミーボもらったんだよね。でまだやり方が分かってない。平和がいいよ。配信も平和です。
今日木曜日か。あれ木曜日早いな。もう明日金曜日だ。早い早い。そろそろ寝ますか。なんか頭が。ぼーっとしてるわ。気圧かな。いいね、マッサージ。耳を回す。痛い。え、なんか急に頭が。ゆりあか。いや、あかはしてないけど、なんか読みましょう。トゥエールさん、ボブさん、コッペさん、ミッドナイトシュガーさん、セイヤンさん、イリオピースさん、ソライロさん、ミツルンさん、カホマサウサギさん、マイセンさん、カタムツリさん、エイちゃん、タンタンさん、フジポンさん、ロックオンさん、ホタテ様、カコさん、神戸のマーチさん、オーサムさん、ガッちゃん、キチネさん、モモマルくん、アオちゃん、ケンタロウちゃん、ハンちゃん、マサキさん、イヌちゃん、メガバイトちゃん、サトケンさん、ジャッキーさん、ユウさん、大西くん、Dさん、リアスティさん、ありがとうございます。いい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあ私はちょっとお休みしますね。